えー、こんにちは、リビさん。ちょっと追加の動画となりますね。あの、従業員募集の動画の方にね、えー、アプローチしていただきまして、ありがとうございました。おかげさまで、えー、ご縁ができたということで、これからどんな形になるのかわかりませんけどもね、えー、やっぱり私を通じてるじゃなくて、私抜きにね、えー、人と人との関係が、熟成さん同士の関係が生まれるのは非常にありがたいことだと思いますし、そこでまた新しいものが生まれればなと思います。まあ、言ってみれば私たちインフルエンサーっていうのは、誰と誰をつなぐのかってこと、 があー多分ね一つのテーマになってくると思うんですよ、まあ、いつもね、えー、真ん中に私がいるんじゃなくてそうじゃないところで新しい世界が進んでいってでそれぞれのね人生にプラスになっていただければなと思います今回はあまあリピさんという方ですけどもねリピさんの要求そのものに合致したものじゃないかもしれませんその辺は分かりませんけどもでも出会えてよかったなっていうこととあと3時間もね、あのー、お互いにしっかりとしたお話し合いができて新しい 何かのスタートになるかなと想像すると、うん、やっぱりねリビさんから相談を持ちかけられた時に私の中でとどめるんではなくてすぐに動画にして発信してよかったなと思いますまあ1日目でねこれですから明日からも、うん、期待できるんではなかろうかと思いますし他の方からも問い合わせがねあったりとかなかったりとかするわけですしそれから前回タカさんとしたズーム対談でもタカさんの方にいろんなご連絡あったと思いますんで、まあ、それもね うん、こうやって感じてみるとあやっぱり誰かのお役には立てているんだなというふうなところですよねでその誰かのお役に立てるところが巡り巡ってやっぱりお互いのね人生や家族に対してお返しできるものになると思うんですよ、うん、やっぱりそれだけのことしてると思いますしねタカさんもそうですけどもサラリーマンで安定した地位をかなぐり捨てで今のところに来てるわけじゃないですかそしてそれをやっぱり支えてくださる 家族もいいらっしゃるととうことでただ前もお話ししましたけども、まあ、家族は誤解してますんで大いに誤解してますから何かわかんないけど生活に困ってないぐらいしか思ってないですからねこれは冷たい言い方ですけども。さんが知恵を絞って24時間 お金をどうやって稼ごうかなお客さんのサポートどうしようかなってまあそういうことはねどこまで思ってくれるかっていうことなんですよまあ思ってくれないですよねこれはねだから一人で戦っていくしかないですで一人で戦うことを覚悟してこの世界にいると思いますからあのー、それがねなんか自分が全然大事にされてないなーって感じることすらいらないと思いますから、うん、まあ私たちはね、まあ、血みどろになってどっかで討ち死にしても まあため息もついてもらえるような人生を覚悟しないといけないと思いますしそのぐらいの強さがなければやっぱりね渡っていけないですよそれだったらサラリーマンとしていつもお父さんは朝出かけていって夜遅く帰ってきてだからお給料が入ってるんだねっていうのが分かりやすいですからねうんやっぱり在宅でいるってことは働いているっていう印象を持たれないってことですからいつもお父さん家にいてよかったねってなっちゃうわけですようんだからそこはうん出勤してくるねっていう形を取って自分のね あのいつものデスクの前にいるとか、うん、椅子の後ろにね「ただいま勤務中」って貼っとくとかね営業中とか <laughs> そのぐらいしてないと多分動画を撮ってる最中にも「パパー」とか言ってくるんじゃないですか娘さんとかが。うんまあ、それは微笑ましいことでもあると思いますけどもきっと大切な時に水を差されたというあの表現できない感情っていうのがあってそれがいつか大きな亀裂になってくると思いますんでどっかでねやっぱこう分かってもらうところが必要なんじゃないかなというふうに ままあ思います。これは高さんに対して言う,っていうよりも、在宅を諦める人のほとんんどがこれに陥っちゃうんですよ。家族はパパが家にいて働いてるのかなんて思ってないですからね、なんか好きな趣味ごとやってるとしか思ってないんですよ。逆なんですよね、好きでもないけど稼がないとしょうがないから、好きでもないことを次から次へとやっていくというね、<laughs> このモチベーションなんて湧くわけないですね、そんなところに。だから強い精神力がなければ、自分に理屈やミッションをね、自分で勝手に理由付け、裏付けをして、 やる気を起こさせないといけないということになっちゃうんですよね。まあだからじゃないですか。なんかせめて愛する人を守っていこうっていう根源が必要になってくるのね。ん本当になんかこう趣味のようにね仕事ができたらいいなと思いますよ。うん、私はまあちょっと楽になった方なんでそこまで思い詰めてないんですけども、ただ多くの方が消えていく原因の一つに家族が邪魔になってるということになるですよね。だから本当に大切なことをしてくれてるんだなとか。 うん、パパはああいうふうにパソコンに向き合ってるけども必ずしもやりたいことばっかりやってるわけじゃないんだなっていうふうになんか思ってもらう必要はあるんじゃないかなと思うんですよ。でなければずっとその誤解っていうのはあの家族との帰りになってなんか最もお稼ぎを持ってくる働き手がね一番尊重されないっていう迷路に入っちゃいますからね。うん、なんかね惜しいんですよねせっかくこのいわゆるパソコン一台で稼げる人が退場していくっていうのを。 この10年間山ほど見てきて本当に惜しいですよで家族を持たなかったものは未だに第一線でね活躍してるというねうん何なんでしょうかねこれはだからタカさんがもしかしてこれからそしてここまでも感じていらっしゃることっていうのはあの無視できることではないんでん本当にね残念ながら消えていくんですよね 消えていく原因が皮肉にも守ろうとしていた家族によって邪魔されるという現象がかなりあってね、まあ、しまいにはね奥さんが浮気してたみたいなほんとんかね40代半ばからむちゃくちゃ出てきてかわいそうだなと思いますよね <laughs> 奥さんを楽にしようと思ったら楽になった時間で他の男と遊んでいたみたいな <laughs> なんかそれも込みでお前の魅力がないからだと言ってね 私の熟成には言うんですけども、ちょっとまあ、それも今となっては言い過ぎたかなと <laughs>、思うばかりですよね。かわいそうだなっていうふうに思いますね、うん。はい。まあまあ、沈黙になっちゃいますんでね、この辺にしていきましょうか。まあ、だから本当、あの、リピさんの方、ありがとうございました。あの、本当に、こんなに早く、アクションが起きるとは、思ってましたね <laughs> 思ってましたけども、思いませんでしたんで、うん。明日からもね、あの従業員募集は、 続けていこうかと思います、えー、和菓子のの海外向けの販売とってもいいことだと思います特に今円安ですから海外にお客さんを持つってことはもう普段のね1.5倍ぐらいでも儲かりますからねだから円安のメリットってむちゃくちゃあるんで円安は悪いとかねそういうふうな、あのー、思い込みを払拭して元々円安だからこそ日本はここまで這い上がってきましたからね <laughs> うん何だよ僕らがだから幼い頃1ドルが360円でしたからね で、そっから77円まで行って円高でひどい目に遭っちゃったわけですから、うん、だからそういう風なねあの円安とか円高ってものが何が良くて何が悪いのかってことを正確に理解するとあの惑わされない自分だけのルートってのが必ず見えてきますんでね、うん、そういうことも込みでちょっとね学んでいければなと思いますね、うん、まあ、そういうことすらほとんどの人は学ばないですからこの円安が何なのかって こんな私たち輸入している国がね、根底に考えなくちゃいけない、円安とか円高ってものが理解できない方もほとんどなんで、ちょっと頑張ったら人の上に立てるのは、まあ、これ自命の理ということでございます。それじゃあ、お疲れ様です。えっと、次は何、何 ?80?88 話。パパというのか、母というのか、88。なかなか記念すべき話数になってきましたね。なんかもう、100話ぐらいはどうでもないなと思ったんですけども、 こう100話が迫ってくるとまたなんかこう喜びもひとしおといってこるじゃないですかじゃあタカさん頑張ってくださいまあ私はいつでもついておりますグッドラック